はいどうもカッパ委員長ですじゃあねこの動画ではね昨日もお届けしましたこの参政党さんのまあ、なんか今っていうそういう動画ですけどもなんかこの武田さんが抜けられる、えーまあ、外された抜けられた、まあ、なんかいろいろとこ、ねあのこのまあ、僕のチャンネル動画のコメントもそうね、まあ、僕のところはそこまで偏りはなかったから参政党さんを信じる、ね、神谷さんを信じるっていうコメントもあれば、えー、武田先生を信じる。 参政党さんに対して神谷さんに対して批判的なあコメントもあってまあどうだろう、うん、どっちかになんかもう圧倒的に傾いてるっていう感じではなかったかなうんだから僕はそれでいいと思うんですよね,ねあのどっちを応援するどっちを信じる、ね、それは人それぞれで別にいいと思います僕はまあなんかどちらの立場の、ね、どちら側のこの記事も動画も見せていただいてねあの どっちが本当のことを言ってるかっていうのは、もうちょっとなんか出揃ってからじゃないと分かんないかなと思ったんで、ただ現状はっきりしていることはといえば、この最初のね、このゴレンジャー、創設メンバー、創設メンバーじゃないか、盛り上げた、ここまでね大きくした功労者5人衆っていうところですかね、のうち3人が外れているっていうのがまあ事実じゃないですか。っていうところまで、そこでま,あまとめさせていただきましたけれども、 まあただ、なんかそれについてもなんか批判のコメントとかも結構来ててね、うん、うそれはまあはっきり言って余計なお世話じゃないのかなって、そそうそう全体的にこのコメント見させていただくと、なんかこの自分の考えは自分の考えでそれぞれの,この感想というか思うところがあっていいと思うんですよ、ね、それは自由ですよ、ね、三省堂さんを信じる、それでも信じる神谷さんを応援するという人はそれでいいと思うし、でそうじゃないという人も別にそうじゃないで、うん、構わないと思うんですよ。 あとはまあなんか、まあ、どっちかというと僕みたいな感じで、まあ、このどうしてもこの日本保守党さんも絡んでた、ね、絡んではいないけど、まあ、絡んでた、うんまあ、日本保守党さんと比べて賛成党さんがどうこうっていう、まあ、そういうなんか意見もあってでそれもそれで別にいいじゃないですか賛成党さんを応援するっていう人は応援すればいいし、ね、信じるっていう人はまそれを信じればいいんですよ。別に ね、でこれは日本保守党さんに対してもそうですよね。うん、ただ、なんかこのなんとなくこの客観的にこの見ていてね、うん、自分の考えと自分の思い、自分の気持ちと、ね、違う意見、違う考え違う思いの人が、ね、いて当然のはずなのに誰から見てもね、うん、だからそれをなんかこのたくなに自分と違う考えの人をなんかやり込めようというか論破というか,なか否定しにかかる。 うん、随分となんかそういう人があなんか多いなって、うん、それは何か別に人それぞれでいいんじゃないですかね,、うん、ねあるいはこの応援していた、ね、でもなんかこの今回の件があって、ね、あちょっと考え変わりましたっていう人もいましたけども結構それもそれで別にいいじゃないですか、うんね、それぞれ自分が信じた、ね、この応援したい人だったり政党だったりを ね、別に応援すればいいじゃないですか。で、応援してたんだけど、途中でなんかおかしくなって、あこれは違うなと、うん、最初はいいと思ったけど、ずっと応援してきたけど、なんかちょっとやっぱ違うと思う、でそれもそれで別に構わないじゃないですか、途中で気がついた、ね、考えが変わった、うん、それはどっかの誰かにね、うん、否定されるもんでもなんでもないですよね。うん でまあちょっと話の内容なんですけども、この参政党の,このえ神谷さんがなんかこの街頭演説に立ったそうで、熊本って言ってたかな、その熊本での,この街頭演説でね、神谷さん、こんなふうにおっしゃってて、おかしいと言えることが多様性だと、しがらみのない政治の実現をと、参政党の,このね神谷代表がまあ街頭演説しましたよと。 でまあ、この熊本県内でなんか4万5千票の得票を目指すっていうことらしいんですけどもね。うん、では、まあ、この熊本市中央区、えー、花畑広場っていうところなのかな、街頭演説した参政党のこの神谷代表が、えー、教育、あと食と健康、えー、国防の重要性の3つを中心に、えー、しがらみのない政治の実現を訴えましたと。えー、政党上谷代表 LGBT 法も自民党の中にもうおかしいと思っている人はいっぱいいるおかしいと言えることが多様性じゃないですかと次の衆院選で賛成、さんはね比例代表九州ブロックで1議席獲得するため県内では4万5千0 0票の票得票を目指すっていうことらしいんですがその熊本の演説なんですけどね、えー、となんてんていうですか、ね、この食,の食と健康 ねえー、前からちょっとなんかこの例えば、この農の家さん農家さんからちょっとそれ違うんじゃないですかやめてもらえませんかっていうこのクレームが、まあ、怒りの告発みたいなね、えー、が上がってますよと何かっていうとこのなんだろうなこのオーガニックというかあの要はこの農,薬農薬でがんになるっていうなんかそういう話をね えー、この国政政党の参政の党さんによる、まあ、農家さん、農業に携わる人たちからすると、収穫すぎるデマだと、ね、農家さんたちから怒りの声が上がってますよと、で農家の方々があ怒りの声を上げ始めていて、えー、農業、ねえー、携わったこともねえくせに農業なめてるのかと、えー、矛先が向けられた国政政党の参政党さんなんですけども。 まあ、この演説で、ね、神谷さんが、ね、農薬によってがんが増えているなどの、まあ、根拠や因果関係が不明な発言があったって訴えられてるんですよね。でこの動画が拡散されて憤、えー、りを覚える人々が次々に現れていると。まあ、やっぱり農業に携わる人たちからですけども。でえーまあ、ある方によると農薬をがんになる土が死ぬと全否定。 えー、農薬やあ化学肥料不健康になるがんになる土が死ぬ原因などとして全否定しそれらを使う、えー、農家さん、まあ、法律で認められた農薬肥料を基準値の範基準量の範囲内で使う、まあ、一般的な方法で栽培を行っている農家さんたちからすればあー要はこの落としめておきながら、えー、指摘されたら落としめているわけではないなるべく勇気に近づけていくのが賛成党の方針などと演説していたと。 要はこのいじめをしていた子どもが注意されて言い訳しているのと変わらないというふうに農家さんたちは怒っているんですよね。で、えーまあ、例えば愛知県内でこのキャベツとか玉ねぎなんかを栽培して、まあ、農業を営んでいらっしゃる方によると、えー、自らこらブログや SNS で情報を発信し農家の取り組みや農作物の,この安全性への理解を広めようとしていると。 そのため、この偏った発信、発言に疑問を持って、えー、22年6月に出版された神谷さんの著,書著作、賛成等 Q&A 基礎編を購入、えー、書かれていることに問題提供すると、多くの農業従事者らの共感を呼んだと、えー、農家さんは、騙されているかわいそうな人たちと決めつけて書かれていたのは、例えば、 えー、ビッグファーマーによるこの政策や消費者の好みに合わせた結果、現在の農業従事者の多くが人体に優雅な食材を生産している状態です。農家が出荷用と自分たちが食べる分の野菜を分けているという例は珍しくありません。ということが、賛成党さんのね、賛、え、成、ー、党 Q&A 基礎編141ページに書かれているそうなんですが、 でこれに対して、あまりに現場と、ね、乖離していると、えー、特に私たちのような農家を、自分が作った農作物が人体に有害で危険だと承知の上で販売する確信犯として、えー、賛成党こそがその害悪を訴える正義のような内容でしたと、これはけしからんと、うん、それでまあ怒りの声を上げているそうなんですよね。うんまあ、興味がある人はね、ちょっとね、まあ、ググって調べて、ね、ソース当たってみてください。 まあちょっとねこれに関してはちょっとの農,農家さんが怒る気持ちはわかると思うんですよね、例えばこれだけこの安価でねこのなんかあー農作物がこの、ね、このスーパーとかコンビニ行けばこの買える今の状況ってやっぱり農家の方々の、ね、この努力、ね尽力って絶対あるわけじゃないですか。ね 気持ちとしてはね、この無農薬ね、ね、うん、なんかこの、よりナチュラルであった方が、それはいいと思いますけども、限度ってありますよね。ちょっとでもこの家庭菜園とかやったらわかると思うんですけど、うん、あっちゅう間に虫湧きません簡単に。あるいはこの病気とかでもさ、うん。 例えば無農薬、ねこのあ、有機肥料のみで栽培するっていうんだったら値段も軽く10倍以上とか、ね、そ,うそうもそも手に入らなくなるものとかも出てきますよ。であとこの農薬がもう徹底的に害悪だ、害、ね、だっていうんだったらでもじゃあこの60年余りでね、うん、平均寿命がさ10年,10年じゃないな20年以上かもう伸びたのはどういうことですかって。なんかこの 少なくとも政治にこの携わる人が憶測とか理想でねこのなんかこの自分がそう信じて、えー、なんか自分の,この生活にこの反映させている範囲内だったら好きにすればいいんですけど、ね、それを広くなんか一,般一般大衆に向けて、うん、語ったらいけないと思いますけどね例えば、これに、ね、近いようなことをやった他のよその国があるんですよね。スリランカ スリランカさんはこの国内の農業全てでこの化学肥料とか農薬を、ね、この禁止するっていうことをやったことがあるんですよ。結果どうなったか、多分知ってる人は知ってると思いますけど、ね、最初の半年でスリランカの,この主食である例えば米、米の収穫量が20%減少しました。で国内価格が米のね国内価格が50%も急上昇したそうですね。そ,れをその上に 4億5000万ドル、日本円で当時620億円ぐらい使って米を輸入する羽目になったんだって、まあ、もう散々だったそうですよねで、まあ、例えばこのカナダカナダだったかなこの研究者バーツラフ・スミルさんという人が化学肥料に一切頼らない場合30から40億人程度の人口しか養え,だろう養えないと試算していると。 いや主義主張は自由ですよ。ね、個人で。なんとか Q とかと同じくただのカルトグループじゃないっていうんだったらこういうことはやめた方がいいと思いますけどね。うん、どうしてもってうんだったらその個人的にね、例えばこの科学的なこのファクトチェック、こんなん誰でもできるわけじゃないですか。ね、え例えば厚労省、あるいはこの都道府県でもいいですよ。まあ、いろんなこの組織がこの残留農薬の,この実態調査とかしてますよね。 でまあ、ネット上でこのウェブサイトとかで公開してるじゃないですか、してるんですけど、でそれも信じられないってのは自分でやればいいじゃないですか、ね、でその数値と安全性をね信じる、信じないかは別として、ね、この残留農薬とかよりもこの政治で、要は争点とするべきポイントって山ほどありません、他に。うん それは農家さんからすればさ、ね、もう虫食いやら変形やら、ね、何でもいいっていうんだったらいくらでも作れるし、ね、それでも流通するってうんだったらそれで、ね、この流してくれますよ。でもそういうわけにいかないわけじゃないですか実際は。だからそれを良しとしない消費者がまだ多数を占めているからこそ作り手は農家さんたちはそれに向けてお金をかけて努力している状態なんでしょ、うんね。だから逆に農家さんたちからすれば いやそんな A 級とか B 級とかじゃなくてもう C でも D でも何でもいいから農薬使わないでくれって言うんだったらその分の手間も金もかかんないからあいいですよってね、うんでもそれをよしとしないわけじゃないですか日本社会がだから防虫ネットとかさ房総シートとかさこの寒冷とか,なんかこの肥料の経費で、ね、済みますよねでも実際そんなもんで完全に防げるかっていうとほぼ無理じゃないですか でいくつか永久品がね、この取れるかもしれないけど、ね、なんか要はなんていうの、こういうの、収品率っていうのかな、ね、格段に下がりますよね。実際はじめは農薬なしの資材のみで、ね、生産したけど、ね、資材きっちり設置しても、えっていうぐらいどっからか虫に侵入されるし、食われるんですよ。で、それが結構な勢いで増えてくんですよね。農薬使わずに、なんだろう、有名なのはこのアオムシとかさ、他にもアブラムシとか、 ねえ粉じらみとかさ種ばえとかさコガネムシとかさね、他にももうなんかもうわけのわからん何これっていう名前だけ聞いても意味が分かんないような山ほどあるわけですよね害虫という害虫がでその被害をゼロにできるんだったらね、うん、こっちが教えてもらいたいですよねってそれは農家さんたちは怒るの当然ですよねうんまあ現実問題として農薬を全く使わずに農業を成立させるのは難しいじゃないですか ね、食料供給問題として見た場合安全性はもちろん、ね、どうでもいいとは言いませんよ言いませんが十分な生産ができなくなったら安全性どころの問題じゃなくなっちゃいますよねそれこそなんかもう紛争とか戦争の原因にだってなりかねないですよね食料問題ってだから政治なんだから、ね、そういうこの派生する影響まで考えて訴えるべきなんじゃないんですかね まあとはいえ、そうだな農薬、まあ、ちょっと前にも話題になったこのネオニコ系ってやつですかね農薬の,この環境への影響ですか、まあ、水生昆虫とかね動物性プランクトンとかね、まあ、その辺の影響については、まあ、ちゃんと調査した方がいいとは思いますけども。うん、ということでこれに関してはあの三省堂さんの考えというかおっしゃることには同意はできかねますかね。うん まあ今回はこの辺ですかね、えー、以上です。